福島県のほぼ中央に位置する大きな湖猪苗代湖。古くから民謡にも歌われる美しいふるさとの山、会津磐梯山。豊かな会津の2つのシンボルを擁するのが福島県猪苗代町です。観音寺川に桜が咲くと長い冬が終わり、待ち遠しい春がやってきます。春、夏、秋、冬、それぞれの魅力にあふれる四季折々の猪苗代の風景をご案内しましょう。春、猪苗代町にはたくさんの桜の名所があります。観音寺川の桜並木は県外からも観光の方が訪れる人気のスポット。亀ヶ城公園は町民憩いの場所。パワースポットの羽津神社は会津藩初代藩主星名正幸公を祀っています。白頭のしだれ桜は迫力ある姿です。猪苗代湖畔の桜も特別な風情があります。この他にも多くの桜の見どころ、花の見どころが春の息吹を感じさせてくれます。春のお彼岸に仏の供養と住民の無事息災を記念して奉納されるのは西久保彼岸獅子舞です。現在も西久保地区には伝統の舞が継承されています。町の無形民俗文化財に指定されています。猪苗代町が誇る郷土の偉人、野口英世博士。細菌学者として世界中でさまざまな功績を残した野口博士は千円札の肖像としても有名です。猪苗代町三条型地区には博士の成果が今も保存され、野口英世記念館では博士の遺品や研究の成果を見学できます。野口英世博士は明治9年に農家の長男として生まれ、政策と名付けられました。1歳の時に囲炉裏に落ちて大やけどを負い、左手が不自由になってしまいます。高等小学校の時に会津若松の医師渡辺かなえ先生から左手の手術を受けます。この手術がきっかけとなり、政策は医学の道を志します。上京し医師研究者としての道を歩み始めた頃に名前を英世と改名します。その後はアメリカなど海外に渡り、数々の研究で世界的に評価されます。博士の母シカがアメリカで暮らしていた英世に早く来てくだされと綴った手紙も館内に展示されています。夏、猪苗代の夏の風物詩といえば磐梯祭り。火の祭り磐梯祭りは岩橋神社の五神火千火の儀から始まります。五神火を松明にお移ししたら祭りの始まりです。この五神火は町内のお祭り広場まで松明行列で運ばれた後磐梯山に灯されます。
万代祭りは祈りと感謝の2つの心をテーマとして、松明行列のほかステージイベントや会津万代山総踊りなどが行われます。夏の猪苗代湖はたくさんの魅力にあふれています。日本で4番目に大きい猪苗代湖、波が打ち寄せる浜辺での湖水浴やジェットスキー、ウィンドサーフィンなどのマリンスポーツを楽しむ人でにぎわいます。湖面を渡る風はとても爽やかで、万代山の緑と湖水の青が美しい風景を作ります。猪苗代町は山や湖といった大自然に始まり、野口英世博士の生家、野口英世記念館、天橋閣、南ヶ丘牧場、アクアマリン猪苗代川蝉水族館、世界のガラス館などなど多くの観光スポットがあります。マイナスイオンに満たされたすがすがしい空気をぜひ味わってください。夏の締めくくりは街のみんなが楽しみにしている花火大会、運動公園にはたくさんの出店が並び、おいしそうな匂いが漂います。大人も子どもも夜空を美しく彩る花火に心躍るひとときです。秋は実りの季節、夏に可憐な白い花を咲かせたそばが美味しく実ってそば粉が作られます。この時期に合わせて町では新そば祭りが開催されます。そば打ち名人たちが準備する手打ちそばはなんと5000食、会場にしつらえた特設キッチンで素早く茹で、冷たい水でキリッと締めます。まさに引きたて、打ちたて、茹でたての三たてそばをお楽しみいただけます。猪苗代町は本州でも有数のそばの産地、古くから結婚式などで振る舞われてきた祝言そばは鶏とごぼうで出汁を取った伝統料理です。祝言そばは岩橋館で味わうことができます。自然あふれる猪苗代町は紅葉の見どころも豊富、中でも中津川渓谷は美しいせせらぎを取り囲む山々がこの季節ならではの輝きを放ちます。秋の葉蜜神社も気軽に楽しめるもみじ狩りスポットです。登山もベストシーズンを迎え、万代山にも多くの登山者が訪れます。万代山から見下ろす猪苗代湖はまさしく天の鏡、コースによっては険しいところもありますので、きちんとした装備でお出かけください。猪苗代町は大きな面積の町、その中にはたくさんの川が流れ田んぼを潤します。豊かな水がもたらすおいしいお米、ブランド米猪苗代天の粒は認定農家の愛情がこもった一品です。もう一つ、良いお米から生まれるのは万代山の伏流水で仕込まれる日本酒、稲川。嘉永元年1848年の創業以来、
稲川酒造はのれんを守り、猪苗代の地酒を作っています。全国的に評価の高い福島県の日本酒、その中にあって地元の職人が原材料にこだわり、数々の名酒を生み出しています。東北会津の冬の使者白鳥が猪苗代湖に舞い降りたら、本格的な雪の季節の到来です。猪苗代町には数多くのスキー場があり、多くのスノースポーツファンを迎えています。雪の大自然を歩くスノーシューは人気のアクティビティの一つ、幅広い世代の方が楽しんでいます。大地の恵み、温泉も冬は特に楽しみなもの。沼尻温泉、横向き温泉、中野沢温泉、押立温泉、葉山温泉など、それぞれの特色を持つ温泉が体も心も癒してくれます。スキーやスノーボードの帰りに立ち寄る方も数多くいらっしゃいます。小平方天満宮は猪苗代湖の北岸、天神浜の松林の中にあり、日本三大天満宮の一つに数えられています。学問の神様菅原道真公が祀られており、初天神には多くの受験生が訪れます。小平方天満宮のほど近く、天神浜の長瀬川河口付近では、寒さが極まった時期にしぶき氷を見ることができます。自然が作る氷の造形美は、角度によって表情を変え、見飽きることがありません。暖かな春から雪深い冬、広々とすがすがしい猪苗代湖から、高く美しくそびえる磐梯山、豊かな自然の中で四季の美しい風景やマリンスポーツ、ウインタースポーツなど、一年を通じて楽しむことができます。福島県猪苗代町は、東京から東北新幹線下りで郡山駅、磐越西線会津若松方面に乗り換え、猪苗代駅下車、車なら東北道郡山ジャンクションから磐越道新潟方面、猪苗代磐梯高原インターチェンジをご利用ください。